ソスワイ917年のスワイ港東大のスワイ行進、五寛大のスワイスワイは中国五代十国時代に湖南省、高西地湾族自治区を支配した国、茶の交易で栄えた。しそ、ウマインは、木工から身を起こして、河南の軍友、旗高市県の武将、孫樹に従ってワイガの周辺を転戦し、ま、その後、高西方面にも、 勢力を伸ばし、907年に、修繕中により、高料が建てられるとこれに入庁し、総王に封ぜられた。その後、高料が高等に滅ぼされるとこれにも入庁し、歴代の王はすべて、中原の五代王朝に昇進した。これは、軍事的には、東の暮れに対抗するためであり、経済的には、特産品の茶の交易路を閉ざさないためでもあった。当時、茶は、 全国で需要があり、北方の喫炭なども貴重なビタミン源として、茶を求めていた。また、茶以外にも、木綿や絹などの産業を起こし、コナン、後世の経済を大きく育てた。930年に、馬印が死去すると、彼の20人に上る、息子の間で継承争いが起きる。まず次男の場望のみ性が即位するが、元から暗具と言われており、 その評判通りに内政を顧みず、斜視にふけり、他国の策に乗って、家臣を殺すなどの悪性が目立った。932年に、馬望み政が死ぬと、馬印の四男、馬木藩が後を継いだ。馬木藩は、馬印に習って、高等に対して入庁し、相応に封ぜられる。しかしその斜視は兄を上回り、宴会を好んで、財政を悪化させた。947年に、 うまき藩が死ぬと、うまいんの三十五な馬のぞみ広氏が後を継ぐ。しかしこれに不満を持った、いぼアニのうまきガクは自立して自ら王を名乗り、南東の支援を受けて、丹州のうまき広を攻撃してきた。九百五十年に、うまきガクの軍は、丹州を陥落させて、馬のぞみ広氏を殺し、うまきガクが相応となる。しかしうまきガクも弟の馬のぞみ高氏に背かれて、遊兵され、 バのぞみたかシが権力を握る。バのぞみたかシは、領内のイブに失敗し、一連の混乱を後期と見た。南東は諏訪に侵攻し、951年に、丹州を落とされて祖は滅びた。馬木学は、南東の死と、金陵に移されて、そこで死去した。バのぞみたかシは、南東に仕えて、節度死となり、南東が、甲州の攻撃を受けると、甲州に保護され、 甲州に将軍医を授けられた。その後、馬木学の武将であった、広行愛が、南東の支配を退けて、956年に、再び、湖南を制圧するが、962年に、息子の州保健が後を継いで間もなく部下が反乱を起こし、翌年に、北の層に併合された。前述のようにソは茶を中心とした茶の売買は国家によって奨励され、 絹織物の生産を奨励するために納税を絹で納めさせたりしていた。また独自に国内でのみ通用する鉛製の貨幣である鉛銭を作り、国外への貨幣持ち出しを禁止して、資産の集中を図った。武木王、馬印公用王、馬望み成分、小王,王、馬木繁廃王、馬望み公安子公王、馬木学廃王、馬望み高史、ありがとうございます。